量産えー、今回、えー、目標設定ですね。えー、素晴らしい <laughs> 素晴らしいですね。まあ何が素晴らしいのかっていうとあのー、このできなければ社畜に戻るですね。これがマジでいいと思います。要は目標っていうのはそのこれができなかったらこうなるっていうその覚悟というか本当にそれが大事なんですよ、うん。要は曖昧にしちゃうと曖昧なんで分かります なん目標とか夢ってなんでかな叶わないと思います目標とか夢ってなんでかなわないと思いますそれは曖昧なんですよ。夢ってあ叶ったらいいなみたいな目標あこれぐらいの目標達成したらいいなとかだから曖昧なんですよ。だ曖昧だからそれは曖昧の行動しかしないじゃないですか。うん、だから、あのー、ここの日までに達成できなかったらもう自分がもう絶対やりたくないことにだから社畜に戻るってことですよね。 そうだからこれはもう究極ですね。これが一番いいと僕は思います。僕の場合はですよ。僕の場合は、じゃあ商品販売します。で、販売して売れなかったらまた売るんですよ。またもう、だってキャッシュフロー回らないじゃないですか。僕の今のメインはコンテンツ販売ですから。だから僕の場合は、この日までこれ売って、上がらなかったらまた売る。また上がらなかったら売る。もう,もうこれをずっと永遠に繰り返す。もう上がるまでやる。上がるまでやるみたいな。僕の場合はね。うん。僕はもう社畜に戻る まあ社畜には戻社畜あ社畜にも僕も,もあそうそう僕の話っていうならばあの前年、ね、僕前職で社長やってて社長をお辞めてまあ頭規模から離れて頭規模からまあね取締役離れて二年経つんですけどもその時ですねあのー、まあちょっとた二ヶ月か三ヶ月か四ヶ月後かなまあ辞めてからちょっと経ってからその税理税理の関連でその前のね会社の 人とこの打ち合わせというかまあその、えー、税理関係ですねそ,それの、まあ、最後の打ち合わせとかまあそういうのをちょ,ちょこちょこしてたんですけどまあちょっとねあのー、その時に言われたのが「えー、ちょっと待ってますと」と <laughs> あいつでも戻ってきても大丈夫ですよ」みたいな言われたんですねですげえ嬉しかったですよああめっちゃ嬉しいなみたいなうんやっぱやあのー、すごくその、まあ、スタッフですよねスタッフというか まあ今はもう社長その,その人もやってるんですけどもね同じその戦友ですよね同じやっぱその現場ですげえ働いてうしたした人からまあそういうふうに言われたんですげえ嬉しかったんですようんだけどそれと同時に僕はあの思ったのが絶対戻らんと僕ね1兆円積まれても 1>, 1兆円 1K 積まれても前の会社に戻らないんで。てか前の会社というか、例えばソフトバンクとかね、NTT とかに 1K とかね、1兆とか、まあ1兆の上 1K だと思うんですけど、ね、その有名じゃないですか、じゃトヨタ、トヨタとかね、もうその、なんか社会的地位がある、ブランドされてる、じゃね、あのー、ところから、じゃあコンサル契約年間10億でどうですか絶対しないですね。絶対しない。だから要は、人に何かその、 管理されたりとかそういういの嫌なんですよもう,もう自分の完全フリーがいいんですね僕はだからそのお金がいくお金をいくら積まれても僕は今のスタイルが今一番最高なんでだから今この一番最高のところを継続したいんですよでこの継続するためにはあの絶対戻らないっていうのを決めてるしあのそういうところにねあの会社っていう組織のとかに入らないっていうのは決めてるしもうフリーランス もうバックパッカー、バックパッカー、僕がバックパッカーが一番、あの、性にあってるんですよ。バックパッカーせ、日本を旅する、世界を旅しながらネットをやるっていうのが、僕は一番うん、当時から憧れてたライフスタイルなんで、このスタイルっていうのは絶対もうやると。だからこのスタイルを継続していくためには、じゃあ売り上げを作っていかないといけない。じゃあ売り上げ作るためには、えー、商品を売ると。じゃあ商品を売る,前売るためにも集客しないといけない。じゃあ集客するためには動画を撮ると。 いうことを僕はやってるんですけどもこのね本当にこに達成できなかったら自分が本当にやりたくないことをやるっていうのは素晴らしいと思います。まあ、あとはね、まあ、僕の予測通りその期日ですよね期日っていうのはそのなんとなくの期日はなんとなくなんとなくこれぐらいだったらいけそうかなっていうのは最悪なんですね。うん目標とか夢これぐらいだったら要はもう限界ギリギリだろうっていう目標設定とかそういうふうにしないとダメです。じゃないと動かないんで。 でこれ例えば、あのーまあ、家族のためってあったじゃないですかじゃあ前その家族のためで、あのーまあ、半年後に100万だったじゃないですかじゃあ本当にね家族のためだった,だだったとしてで、えー、その家族がの一人が、えー、病気になりましたで1か月以内に一か月以内に入院費ね、えー、300万必要ですと手術手術ですね入院費じゃないです手,手術するためにその移植とかね でまあ、海外に行かないといけないとかね移植しないとで日本じゃ無理だから海外に行かないでもお金が過ぎかから300万ってなった時に半年後に300万稼ぐっていう目標設定しないですよね半年後に300万稼ぎますって目標設定しないですよねこの3週間でなんとか300万作るっていう行動になりませんだからそんなもんなんですよこここは本当に大事なところなとろんで あのー、しっかりとですねもう自分をどれだけ追い込めるかっていうところがどれだけストイックになれるかっていうところが非常に大事ですね。うん、そうんそどれれだけストイックになれるか、うん、っていうところが僕はもう本当に大事なんじゃないかなと思います。じゃないとその これ,これねあの大変なように聞こえるかもしれないですけどこれ車の例え話をしましょう車の例え話をすると車はまあ運転されてるかわかんないですけど車って一番燃例えばえじゃあ最初加速する時にレブ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 まあ8,000回転とかね、まあ、まあそこまで回したら普通の車はぶっ壊れるかもしれないですけどまあ、ね、高速とか3,0004,000回すじゃないですか。 とかねまあ2,000で行く場合もありますけれども <laughs> まあまあまあ最初ってバーンでに行くとすげえパワー使うんですよ燃費も使うし回転数ブワーッと上げるじゃないですかでもこれ面白いことにこう加速最初バンっていくんで負担かかる負荷が負荷がめちゃめちゃかかるんだけどある程度加速に乗るとあとふーみたいな感じなんですよだからこれ高速道路とかもそうで最初高速道路に乗る時って一回アクセル回すじゃないですか ね、その80キロとか100キロとかのそのラインに入る時にそのアクセル踏むじゃないですかでその時ってパワー使うんですよだけど1回乗るともう,も,うもう5速とかね6速であの2,000回転25003,000キロ3,000回転以下でねスーみたいな感じじゃないですかもう楽なんですよだから最初は大変なんですけどこう行き切るると後は楽になるんですよだからこれは車の原理と一緒だと僕は思うんですけど最初は大変です うん、だけどこれを目標の,あの期日をもう締めてもうガッてやることによってあとあと楽になるんですよ。でね僕もその僕の場合はあの10年以上ですね会社に泊まり込みしてこうやってたんですねで、えーまあ、大変でした、うん、大変だったんですよもう僕の10年、まあ、空白の10年って言ってるんですけどこの10年の思い出ってもう会社に泊まってる思い出しかないんですよ僕。 会社に泊まっっててカップラーメン食うっていう思いい思出しかないんですよ10年で、まあ今こういうふうにやってますけどそれがあるんで僕今まあまあ動画とか撮ってると他の人よりからね動画の方アップロード本数とか多かったりとかいろいろやってると思うんですけどもここやってるんでこっちねクソ余裕なんですよ。<laughs> だから今もちろんね僕も年昔に比べるとね年取ってこ36になりましたけど。 やっぱりここの回転回してた分あるんでここ今ねすげえ楽なんですよねなんか動画なんか1日100本撮ってもまあ100本撮ってきついかもねきついかもしれないですけどまあ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 楽ですよ全然なんか他の人からすごい大丈夫ですかみたいに言われるんですけどいやー昔の僕昔のその体験っていうのは僕しかまあ知りえないことなんで相当やばかったんで。 まあその牢獄ですよ牢獄というかもう社畜というかあのなんだ、えー、監獄ですね <laughs> みたいな生活をしてたんでだそれに比べると今めっちゃ楽なんですよね、うん、だから楽だしもっと頑張れるなと思えるしだ昔だ昔ほどは頑張れないですよだけど昔やりまくっちゃったんで今今今のペースでやってももうちょっと頑張れるなって余力あるんですよまだ <laughs> まだ僕余力ありますからだからまあ この最初は大変かと思うんですけど、ここをね、振り切って、やっぱ最初はね、レブまで回してほしいなと。8000回って7000回で車壊れるぐらいまで回してほしいなと。で、回したら、あとはもう加速バンってついたら、あと楽なんで。あと楽です。ほんと楽です。あとはアクセルちょっとピッてやっとけば、あの、100キロ普通に行くじゃないですか。最初は大変ですけど、ここをね、どれだけレブ回せっかっていう、ど、ど、どこまでその、あの、赤まで回せるか。 赤のラインまで回せるかっていう。で、この赤のラインまで振り切ると、早く稼ぎたいってみんな言ってるじゃないですか。赤まで回したら早く加速するじゃないですか。ということは早く稼げるってことですよ。わかりますね。それをビビって、さいや、ちょっと車壊れそうだな、みたいな3000回転だったらそれぐらいの,あの加速なんですよ。でも一気にレブまで回して、ブナーンみたいに言ったら早く行くじゃないですか。か早く稼げるってことです。だからレブまで回すってことです。限界まで。 で、一つ言えるのは、車は壊れるかもしれないですけど、人間は死なないです。レブまで回しても人間、そうそう死なないんで。死なないです。ね。死なないです。なんかその、ブログの記事、1万文字書いて死ぬとかないですから。じゃあ、動画何 ?50 本撮って死ぬとかないですから。<laughs> あ,あ,あります動画50本撮って死ぬとかないでしょ。でも、50本撮ったら自分の中でレブだったりとかするじゃないですか。でも、死なないですよね。 知らないですだからあとはもうどこまで振り切るからです振りちぎるかっていうところですねだこれやってほしいなと僕はやってきたんですけどまあまあいいや過去の話はねもうこの辺にしときましてそうまあこの目標設定は非常にいいんじゃないかなと思いますんでまあ是非頑張ってほしいなとまああとねドリア化に入るということでお待ちしております、はい、あの今年ね値上げしまますからまた これ言っときますけど値上げしますからね。セールス、今からセールス。値上げするからね。<laughs> 値上げあの。年末に値上げを考えてるんで、はい、今はまあね、40万ですけど、えー、今度は50万になりますね。39万8000円から49万8000円になりますから。で、まあ、来年もまた値上げして60万までまずします、はい。それは決めてるんで。はい、早稼がないと、どん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 高くなりますね。<laughs> 早稼ぎましょう。では、頑張っていき ください。では、おります。ありがとうございます。